今年札幌で最も心にしみる物語。僕は幼い頃ドジャースの野茂英雄になって、母に先立たれた父を喜ばせたかった。でも人生万年補欠の勉強間が続き、その夢は叶わぬままいつしか34歳に。妹はというと、母の意志を引き継ぎ教師になり、家族を持ち人生のレギュラーとなったが、自分は未だベンチに座ったまま。そんな時、父の危篤の知らせがやってくる。目を覚ますことのない父に最後の願いは届くのだろうか。ヒリヒリと切なく、そして温かい家族の物語。9月29日、30日、10月1日。セプテンバーバレンタイン。バレンタインデーに恋人になり、翌年のホワイトデーにプロポーズされ、3年後の9月、セプテンバーバレンタインに亡き彼氏に別れを告げる彼女の物語。この秋、札幌で最も心にしみる物語、トッピンパラリのプーと同日上演されるセプテンバーバレンタイン。